おはようございます。2011年2月4日金曜日6時5分になりました。ということで今日からというか旧正月の日2月4日今日からですね。で、旧正月ということで、まあ、中国とかね、お正月休みですね、日本でいうになって、中国からいろんな観光客がドワドワ来てるというような状況らしいですけれども、まあ、こんな田舎にいると全然関係ないですけどもさて、ニュース今日また見ていきたいと思います。まずはこれですね、大相撲のでまあ、八百長をですねメールでやり取りしてて、でどうのこうのとかいう話なんですけど、まあ、そのやってたこと自体はどうだこうだっていうのは私はね言うこともないんですけど、昨日もちょっとまあ電子メールというか、まあ、携帯でそのメールを送ったりしたという、そういうハイテクのものによっていろいろ暴露されてしまったということなんですけども、ちょっとですねもう一歩進んでこう考えるとですね、私は今回のすごく不思議に思っててですね、なぜかというと、これ警察が、まあ、携帯押収した携帯の、データを復元してそこからこう出てきてるわけなんですけども、そもそもですね警察は当初、野球賭博とかですねそっちの話でやってたわけですね。でこの八百長とかいうのは実はこれ別に刑法でも何でもなくて何も関係ないですよね。警察が立ち入る話ではないんですよ、全く。だから警察の発表、警察がどうのこうの一切言ってない。要は相撲を取ってる人同士の間でこうしてくれああしてくれって交渉してやってる。これ例えばね相撲じゃなくてプロレスなんかありますよね。プロレスとかでも結構そのシナリオがある程度あって、こうショーですから、あれはパフォーマンスとかエンターテインメントですから、その中で別にね悪役がこう負けたりするというのが基本パターンってあるじゃないですか。うん、だから別にそれはねみんなそのやいや言うこともないし、そんなシナリオがあっても別におかしくもない話ですよね。でそれと同じような話で、この八百長やどうのこうのって、そのまあ、相撲というねその神事とかそういう風な話から来るのであって、別にそのこと自体は犯罪でも何でもないわけです。でもそもそもそういうメールの内容がですね、今回マスコミとかに全部出てますよね。どんなやり取りをしたかとかいう全文が公開されてたりするんですけども、なんでっていうのが私はすごく疑問なんですよ。要するに警察はそのリークしてるのは、これ警察以外何者でもないんですけども、で警察はなぜそれをリークしてるのかっていう話なんですよ。要はそれってもともと関係ない話ですよね。要は野球賭博の話がメインであって、そっちは明らかに犯罪なんで、博打してたっていうのでそこで問題になってる。でもそことは全く関係ない情報をこうやって表に出してきて、そこで騒いでる、まあ、マスコミが飛びついてギャーギャー騒いでるわけですけれども、どうもですねこれが腑に落ちないんですね。その、一つはですね、そういう犯罪とは関係ない、まあある意味プライバシーですよね、を、マスコミに流すっていうことは OK なのっていう話なんですよ。でまた文科省に持ってったにしても、こんな問題あるんちゃうのって、うちは関係ないけどって言って持ってってるわけですよね。このあたりが果たしてこれはいいことなのって根本に立ち返ると、どうもプライバシーを無視してこれやってるんじゃないかという気がふとしたんですね。でそれとあえてなぜこんなことを警察がしたのかっていうところで考えると、なんかこう隠したいことがあるんちゃうかなってね、要はマスコミの目をそっちにガーッとそらすことによって、検察かなこれは、警視庁の方ですね、警視庁がこれやってたやつだから、警視庁かなんかで隠したいことをマスコミに嗅ぎつけられたくないことがあるのかなっていうのがね、私はふとよぎるわけですよ。あまりにもなんか変なんですね、考えたら。そのみんな野球賭博から走って、そのこういう八百長問題でギャ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 騒ぐんですけども、ただ
根本はちょっと違うところにあるぞっていうことは気をつけてこれ見た方がいいような事件のような気がしています。さて今日はこれ1個だけ終わりましたけれども、6時10分になりました。ということで、もう金曜日ですね、週末の金曜日です。朝去ってお休みの方も多いかと思いますが、今日も元気にやっていきましょう。ではまた。